平成の怪物松坂大輔はキャンプ5度目のブルペン入り。辻監督もチェックに訪れる中、初めて打席に人を立たせてのピッチング。短い間隔でブルペン入りしたいと話す通り、中1日でキャンプ最多102球の熱投を演じた松坂。マウンドで打者と対峙する日が刻々と近づいています。